1971年の太陽ホエールズでは、1971年の太陽ホエールズの動向をまとめる。この年の太陽ホエールズは、ベッドを薫る監督の4年目のシーズンである。1969年以降、太陽は2年連続の3位と、それなりの成績を残し、この年こそ11年ぶりの優勝が期待されたが、4月は、 巨人が開幕ダッシュに成功したこともあり派に乗れず、5月は3位と A クラスに踏みとどまるも、6月には一気に再開へ、転落。夏場以降は、阪神やヤクルトと A クラス争いを演じ、9月にヤクルト、阪神が相次いで脱落すると、中日、広島との2位争いを繰り広げた。最後は、引き分けが多かったものの、最終的に貯金を確保。 広島を抜いて3位を守った。投手陣は、AS 平松正治が17勝を挙げ、2年連続の最多勝ちとなったほか、1月に暴力団との黒い交際の疑惑で、鈴木隆コーチと共に、シーズン途中まで無期限謹慎処分を受けていた、坂井勝次が、復帰後の校長で初タイトルとなる、最高勝率を獲得した。救援投手の大谷正鬼頭も、 防御率ベスト手に入りし、平松、堺、鬼頭に、山下律を加えた4人の先発陣が安定したことから、チーム防御率は、リーグ1位の2.31を叩き出す。長い球団史で極めて稀なシーズンとなった。一方で、打撃陣は、中塚正幸、江尻亮。 松原誠などが奮闘するも、新外国人のジョニー・ワーハスが大不信で、長年チームを支えてきたベテランの近藤和彦は、レギュラー陥落した。それ以外の打者も頻打にあえぎ、チーム打率、215、チーム本塁打も82本とリーグ再開に終わった。このため、翌1972年は、クリートボイヤー、ジョン・シッピンの外国人打者を補強し、 打線強化に取り組むことになる。ありがとうございます。